ケンウッド・ケイ・ミックス・ジャグケトル・ケンウッドは、ケネス・メイナード・ウッドによって、1936年に設立されたイギリスの調理家電メーカーである。当時の社名はディクソン&ウッドであり、ラジオやテレビの販売、設置と修理を業務としていた。ケンウッドは1950年に発売された調理器具、ケンウッドシェフによって知られる。日本や北米、中南米では事業展開していない。業務用厨房機器メーカーの愛好者製作所が日本総代理店となっているが、業務用製品のごく一部のみの取り扱いにとどまっている。同名の日本の音響機器メーカーとは全く関連がない。混同を避けるため、当社のロゴは K の斜線部が赤くなっている。一方、日本のケンウッドのロゴは W に赤い逆三角形が入っている。1968年から1989年までの間、ケンウッドは騒音 EMI 社の傘下にあった。1992年、マネジメントバイアウトによって、ケンウッドは独立した。2001年以降、ケンウッドはイタリアの企業、デロンギ社の傘下にある。日本で事業展開をしていない理由として、以下の点が考えられる。日本国内でも、通販サイトから並行輸入で入手することは可能であるが、前述の通りそのまま日本のコンセントに挿しても、電圧の関係で正常に動作しないため、変圧器を使用する必要がある。ありがとうございます。